林さん、どうしたんですか、その格好。池の水、抜いてきたんですか。そうそう、池の水抜いて、でっかいアリゲーターが取ったぞって。なんでやねん。違いますよ。今回はこのウェーダーのご紹介です。どういうラインナップなんですか。ベルト底のベルト、ラジアル底と2種類ありまして、それぞれにサイズが S24cm、M25cm、L26cm、LM27cm の4サイズの設定です。靴底の違いなんでしょう。はい、川とかですね、濡れた石の上を歩くんでしたらこういうベルト底が滑りにくくなってます。あと泥とかですね、砂とかそういったところがこのゴム底ですね、ラジナル底が滑りにくいになってますんで、例えば河原を歩く渓流釣りでしたらベルト底、バスフィッシングでね、泥の池を歩くときなんかだったらラジナル底というふうに使うところの底質で使い分けてもらうのがいいですね。他に特徴はありますか。はい、生地にですね、リップストップという加工をしたナイロン生地を使ってます。破れないわけじゃないんですけれども、万が一破れた時に裂け目が広がりにくい、そんな生地になっています。カラーはこのブラックになりますか。はい、フェルト底もラジアル底もこのブラック一定になるんですけれども、渓流でもソフトルアーでも、シーンを選ばず海でも淡水でもですね、違和感なく、馴染むデザインになっています。フロートダスト、チェスト、ハイウェダー、水に立ち込むあらゆる釣りにぜひおすすめです。